かわいいガールジャパン。それではですね、はい、もう終わりの時間になってきたんですけれども、ここで最後にお互い聞いてみたいことをなんかまあ聞き合おうみたいな感じなんですけれども、はい、あります？なんかやりますか？すごい海外のぼちぼち、そうですね、ぼちぼち、はい、そうで、私も今年結構多分行く機会が増えるんですよ、うん、それで、なんかすごい聞きたいんですよ、そのなんか日本とその海外のなんか違いっていうのを自分で仕事してて、なんか海外に行くときはこうしてるとか、なんかありますか？いやー、私ね、あんま変わんないですけど、やっぱその環境の違いのストレスってやっぱあるじゃないですか、うん、長居するならもうストレス溜まるだろうし、私ならもうストレス発散できる趣味をなんか一つ持ってきます、ね、あーゲームゲームそれがね面白いんですよ。私この前シンガポール行ったんですけど、ゲームを持ってったら充電器がなんか繋がんなくて、あーどうしてもショック、そう充電されなくて、私現地で充電器買いましたからね、 3DS の、いけません、やばくない、そんなにもうそんなにやりたい、そうそう、だからもう満喫とかなんてゲーム満喫しちゃったみたいな、あーそのパターンでした。したらやっぱりなんか、まあ、ベタなんですけど、なんか挨拶とかを、うん、まあ、その国の挨拶とかを覚えていくと、やっぱりなんか日本でもそうだと思うんですけど、海外のアーティストさんに来てなんかこんにちはとか、うん、その言語の言葉で言ってくれると結構バーって盛り上がっちゃうんで、そういうのとかはいいかな、あの覚えて、飛行機の中とかでちょっと言語を覚えて、でなんか舞台に披露するみたいな、なるほど、カンボですね、笑った笑った あとサインとかもなんかすごいベタな日本語っていうか、うん、ひらがなとか漢字とかすごい人気があるから、確かにそうかもしれない、ちょっとそういうのも付け足してみる、あいいですね、漢字いいですね、はい、確かに漢字超バーチャルかも、ひらがな、そうですね、ひらがなとかなんかなんか、もし可愛すぎても本当にどうしようって感じですけど、なんだろう、やっぱあの今回あのハッピーハッピーピースのなんか PV 見て、すごい衣装がリボンが大きくて可愛かったんですけど、ああいうのは自分で選んだりもするんですか？まあ、作ってもらいました、あ、スタイリストさん、すごい、手作り、じゃあもう世界に行くしかない、そう、あ、嬉しいですね、こここうするとかっていう風に言って作ってもらう、はい、入れて、あとはもうなんだろう、ずっとこう一緒にやってもらってる方なので、だいたいこう私がこういうのがいいとかなんか、じゃあだいたいもう分かってくれてて、だからもうなんか自然にみたいな、はい、いいな、じゃあ私からもなんかこれからなんかこれからっていうか、どういうアーティストになりたいっていう願いとかあるんですかね、こういう人っていう感じだと思うんですけど、本当でも等身大でいたいっていうのがずっとあって、やっぱり例えばその今回、まあ、今年ウェディングソングを書きたいとかっていうのも、やっぱ自分のだんだんデビューしたての時とはまた違うこのが等身大の部分っていうか、自分の周りの環境とかそういうのも全部ひっくるめてこう何したいと思ったのがレディングソングだったので、なんかそういうのを毎回こう取り入れてきた自分の、まあ、年齢とか環境とか友達とか、なんかそういうのを含めて等身大でいたいっていうのがすごいあります。なるほど、これからも楽しみですね。いやでも本当楽しいお話できて ね楽しかった、ね、すごい楽しかった、どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは今回のゲストは三浦サリーさんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。かわいいガールジャパン。